この世界全てを網羅する。我らはここで生まれ成長し、考え生命の力を受け、そしてこの世界にも悪意が生まれ、衝突が始まり、争い、殺し、この長い残酷な年月の中で、俺はただまっすぐに進み、探し続ける。この全ての答え、最後の答えを。力を渇望し永遠に追い続ける、その誘惑は人を千人でもあろうお方が困惑しているとは。サジ、俺を信じてください。今回は違う、必ず俺が世界を救う。魔性呂布、堕落する前は堕落だと。さらなる力を。お前はまだ分かっていないのだろう。お前の黙れ。訳の分からないことばかり言いよって、死ぬ前に自らの無知な言動に懺悔するがよい。はっ、やっ、火炎無。これがお前の力か。表面からはお前が力というものを分かっているだと。来い、これが滅びた世界の力だ。お前は抵抗することなどできぬ。虫けらめ、お前は力というものを何も分かっておらんのだ。気をつけて。見えた。はっ、壊滅。見えた。勝った。画面右下の矢印をタップして、次のシナリオダンジョンに挑戦してください。持っているものを全て出せ。急ぎやがれ。さっ、竜族か。ここの荒野も荒らされているのか。やっ、見えた。はっ、やっ。だがこいつらからは悪の力がそこまで感じられない。一体どこからやってきたんだ。よく見るとこいつら軍隊に似た服装をしているな。戦いに敗れた兵士が賊に落ちぶれてしまった。はっ、見えた。はっ、やっ。
竜族を倒してもなお助けの声が聞こえる。おそらくまだ敵がいるに違いない。武魂解放はキャラの能力を上昇させる主な手段で、俺が必ず頭を見つけ出し竜族を根絶させる。特定のランクまで上がると強力なスキルを覚えることができます。お前が竜族の頭か。よくわかったな。わしは狩猟にも認められている一番射程が多い頭じゃ。なるほど、お前が狩猟ではないということか。見えた。はっ。やっ。はっ。やっ。族の狩猟はおそらく山林の深い場所に潜んでいる。早く倒さなくては。ただ何か嫌な予感がする。竜族の狩猟とはいえ族に毛が生えた程度かと思っていたが驚いてな。我をそこらの族と同じと申すか。人違いだ。立ち去れ。言い逃れはさせない。素晴らしい。我も本気を出さねばならんか。見えた。見えた。東方の基礎がしっかりできている。確かに見た目も竜族の頭とは。我は弱き者を助ける義族。本当にすまなかった。構わん。そういえば何日か前竜族を見たことがあった。キャラのかけらが集まるとむしろ新しいその狩猟とやらを捕まえて我の潔白を証明してみせようぞ。チームが強くなります。我の記憶に間違いはなかった。やつ見つけたぞ。周りに何人か頭らしき者もいる。やつこそが竜族の狩猟だ。はっ。わしが誰だか分かっておるのか。わし威勢のいい族名。我がきつく懲らしめてやるわい。族
僕の狩猟はさっき切ったはずだが、村前々からこの竜族には違和感があった。様子がおかしい。行ってみるしかないな。ありえん。この竜族の尻、人がそんな簡単に生き返るなどありえない。どうもこの竜族どもには意志がなさそうだ。もしや地平ではないのか。気をつけて。地平に油断は禁物です。もたもたしていると食われますよ。これでも食らえ。お姉さん、ありがとう。はあ、あなたを助けたわけではないわ。お姉さん、相当腕が立つように見える。すみません、私は主人のところに帰らねばなりません。ここで会ったのも何かの縁。またどこかでお会いできるでしょう。